ママでーす。今日はなんと静岡県にあるハブファンガレージさんにお邪魔しております。嬉しそうやな。偉い。まあまっすぐ帰れるんかなって思ったのに、ちょっとあの静岡周りで、静岡周りでお願いして、あの回ってもらいました。いやでも来ましたね。はい、もうずっと気になってたショップさんで一回来てみたかったんで、過去のね動画にもね、そうギアがね、ギアが何回か出てる、素敵すぎてずっと気になってて、わかります。ずっとインスタであのマニアのように追いかけてて、今回念願かなってお邪魔することができました。できましたね。やった。じゃあ早速見ていきましょうか。見るだけやね。そら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 見るだけ。ないとは思うけど、釘刺しとくわな。いつもあのアウトドアショップ行ったらやらかしよるから、ママさんは。それはないわ。一応な、念のためにな、うん、見るだけなんで。そういう振り。振りちゃうから、ガチガチのやつ。あ、ガチ。大丈夫大丈夫、自分落ち着いてますんで。よかった、それ聞いて安心したわ。じゃあ早速行きましょう。行きましょう。うわ、これ素敵なテーブルある。このテーブルめっちゃシンプルやねん。もうこの枠だけ。まあでも俺は安心しますよ。あ、これフィールドスタイルまで販売されない。あ、そうそうそう、今日はないのよ。よかったよかった、売り出してないのよ。それで俺はもう安心した。買いかねへんからな。怖い。いや、ほんでこのな、あの新発売されたこのオーディーカンカバー、はいはいはい、もう可愛いやろ。ハブファンさんって言ったらもうそのあれやもんな、うん、あ、このステンドグラスのシェードこれ、一点物なしよ、全部が一点物だから、個々に違う味が。すげえ。で、それが新しく出た。そうそうそう、オーディーカンカバーの立てるやつ、うん、めっちゃ可愛いね、このいいな。ここでしか買えないんですよね。ここでしか買えないし、一点もやねん。そう、色とかこの感じとか。やばいな。そう。で、テーブルも。そうそうそう。スタイリッシュやんな、これ。ほんまに極限にシンプルにしたらこうなると思うねや。なんか完成形じゃない？うん。もう多分これ、うん、うちの10分の1ぐらいで終わると思うねや。テーブル系。これ見た時に。俺なんでハルテーブル買ったのって後悔したもんな。いや、ほんまやで。ほんまに。いや、ほんまやで。あの頃の俺に言ってやりたい。お前何してんだよ。最近ちょっとこういうなんかスタイリッシュな、うん、ちょっと大人っぽい。そうそうそう。あんだけな、うん、黒で揃えてきたけどな、うん、そうやろ。ちょっとなんかもう路線変更したくなりつつあるの怖い。すごいな、このテーブル。そう、めっちゃシンプルやし、かっこいいし、もうこれ以上のもんないと思うねん。なあ、すごい。あ、これが、そう、あれで、これがあの沼キャンさんとか熊助さんが使ってるキッチンのシステムキッチンみたいなね。やっぱりおしゃれやな。おしゃれすぎる、ほんまに。ちょっとちょっともうやめてください。でもこれも買えないんですよ。残念ながら、はい、今日は買えないんです。安心します。それちょうどあれ、クラシメイズさんの、そうそう、ドームルック、ドームルックがね、
これ一番初めに取り扱いが始まったのはパブファンさんなんです。目の付けどころがおしゃれ。やっぱりね、隣デザインさんもそうですよね。うん、ほんまに目の付けどころがおしゃれ。おしゃれ。ここをもっと早く知ってたら俺はブラックにならへんかったんじゃないかっていう。そうやろ、バカやろいや俺すごいわ、やっぱりすごい、やっぱりすごいな。いいね。じゃあ中行きましょうか。で、入り口にいきなりね、0229メイドさんとハブファンさんのコラボのサイドテーブル、これがもうまたちょうどいいのよ、この幅ちょうどいいサイズ感。うん、昨日ちょうど、いやここにテーブル欲しいなって言ってたさ、ここにここにありました。うん、これは今日帰るんですよ今日おい、まあ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 、ちょっとね考えてね。うん、冷静になりなさい。でもちょうどいい。いいな、サイズ感もすごい。ほんまちょうどいい。いいよな。おしゃれ。おしゃれ。ほんまおしゃれやな。これ、お香とか立てるやつ。なんか匂い系の、はいはい、ディフューザー系の、ディフューザー系の。これがまためっちゃいい。あ、めっちゃいい匂いする。これはここやねんけど、ここオイルランプとか入れたりしてるし、もう緑のね、あれ置いたりしてるからめっちゃおしゃれやん。サイトにこんなんあったらおしゃれってなるやん。なるな。このランタンのね、シェード一点物の、一点物のこれが何個か並べられてて怖いなで、これ、今日買えますよ。これ、今日買えますよ。あと2個です。あと2個で終わり。あと2個で終わり。それ買っても、でも上につけるもんがない。ないです。おしゃれなやつがないです。おしゃれな。これは、ちょっとあれやね。欲しいけどね。でね、こっちに。この3つが、フィールドスタイルで、この1セットずつを抽選販売。じゃあもう3つ、そう、限定1個ずつ。うわすごい。3色これを抽選販売するみたいなんで、フィールドスタイルで、フィールドスタイルでこれちょっと応募しようあ、ってことはもう今日はもう買えない。今日はもう買えない。これはあの見本なんで。よかったっす。買えないです。惜しい、惜しかったけど。です。皆さん、これフィールドスタイルで抽選販売するんで応募しないでください逆に、逆に、ね、応募しないでください。逆のパターンあったやん。そうそうです。これそれやんか。はい、じゃあ次行きましょうか、はい、めっちゃびっくりしたんよ、うん、なんと、うん、あの尼崎のペグが売ってます。静岡で、静岡でこんなおしゃれな店でバイトしていくびっくりしたんやけど。でもやっぱりすぐレモンやもんな。そう、これいいペグやから。ほんまにあの毎回打つたびになんかちょっと嬉しい。嬉しいよな。いやもうこれは絶対いるよ。風にも強いしね、ということですびっくりした。これは、つながるっすね、やってくれたなと思って。つながりますね。鳥山さん、さすがですこれぐらいかな私が、まあ全部おしゃれやけど。ちょっと待って、はい、ママさんがこれは買います、今日買いますよって言ってたもしかしてこれですか。それ、これ今日買いますんで、今日買えるやつです。0229名の、うん、ちょっと一回サイドテーブル、うん、ちょっと冷静な。俺テーブル買ったばっかりやからさ、晴れテーブルの代わりにこっち買ってほしかったわ。いやもうそれ言わんとって俺も今思ってるから。ほんまにひどく後悔してるから言わんとって。まあじゃあ今日買えるもんはないから。ほんまなんかちょっと関西とはまた違う、そう、雰囲気がおしゃれやねん。おしゃれやねん、一つ一つおしゃれやねん。まるでおしゃれなカフェですよ。そう、なんかカフェに来たみたい。もういい匂いするし、このおしゃれの空間でキャンプギア見れる幸せすぎるな。
犬を飼ってらして、うん、オーナーさんが犬グッズもねちょっと置いてるから、はいはいはい、犬飼ってる方もいいと思います。おしゃれグッズがねリードとかもあるし、ぜひハブファンガレージさん来てみてはいかがでしょうか。うわーよかった終わりですよね。そう、あよかったです。めっちゃ癒されました。癒されに来たって感じやもんな、はい、ほんまよかった。一回来たかったから。あよかった、うん、あのオーナーさんともお話したかったし、はい、いっぱいお話できたんで、ね、満足です。はいよかったです。はいありがとうございます。よかったです。はい got an appetite, let's bake ourselves a treat. What you've been mixing, serve it up the way you please. I love the way you shake, you stir, you heat, you squeeze. So thick. Push up and butter me. よかったです。よかったね。無事に終わってよかったです。無事終わりました。何も持ってないな。持ってないです。0229Aのテーブルも。まああれは隠し持たれへんうまいっすよ。いやーおしゃれなショップやった。ほんまおしゃれやったね。ほんまよかったっす。ほんまによかった。ちょっとほんまおしゃれ、おしゃれやんな。これでよかったっす。はいよかった。じゃあエンディング締めてもらっていい。はい、はい、静岡県にあるハブファンカレージさん、めちゃくちゃいいショップなんで皆さん来てみてください。紫のタープも素敵なんで見に来てください今回はねタープを買うという動画でしたけども、いかがでしたでしょうか。うそやろ、持ってへんやん。買ってない、うん、持ってない。買ってへん。送られてくる。韓国から送られてくる。韓国から送られてくるえ、どういうことですか。ずっとこれ発売の時からずっと見てて、はい、ほんで見に来て、はい、見たかった。やったな地蔵。じゃあやったな地蔵像見たかった。買うつもりで俺のこと連れてきたな、ここに。見に来て今買ったって言ってなかった。見ると買うは全然違うから見に来て。そしたら見に来た。お見た見た見た、うん、買った方がいいよって。強化買わないとなくなるよってで、なんか喋りかけてきて。タープか。うん。連れて帰ってって言って連れて帰られんかって言うの。まだ。それやばい薬やってるやつやで。薬ブーツはやめろや。いやもう一回届いたらちょっと森の中で話してください。おじろじろ予約するの。パパさんも納得すると思うな。シェルター G とタープやってんな。この人もう絶対ショップ行ったらあかんわ。この形のタープ欲しかったということで、皆さん楽しかったですかね。ワクワクがいっぱいあるハブファンガレージさん、どうでしたでしょうか。パパさんかっこよかったよな。いやかっこよかったけど、やってんな。パパさんでもハレテーブルやってんやんか。やったやん。はい、じゃあ今回の動画はこれで終わりたいと思います。皆さんいかがでしたでしょうか。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。バイテオチャンネルママでした。バイバイ。やってんなこいつ。